みなさん、こんにちは。羊のメイです。みんな、元気にしてるかな？魔女っ子ミッキー特別編、たくさん見てくれてありがとう。5月の広場もお休みなんだけど、5月ということで、私がやってまいりました。さあ、クイズです。なんで5月だから私メイがやってきたでしょうか。チッ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 ピー、はい、終了。わかったかな。正解は5月のことは英語でメイだからです。難しかったよね。ごめん、熊田くんみたいにやっちゃった。お詫びに、アイドルの私が一曲歌います。いくわよ。屋根より高い恋のぼり。メイちゃん、暗すぎるよ。あれ、今ブースケ君の声が聞こえなかった？そんなわけないよね。空耳よね。ああ、怖い怖い。もう歌はやめて、みんなのお待ちかねのミッキーのマジックいっちゃうよ。みんなのミラクルパワーでマジックを成功させてね。今回はもう練習なしで一気にいきます。え、練習したいっていうお友達は、魔女っ子ミッキー特別編を見てね。じゃあみんなでミッキーを呼ぶわよ。せーの、ミッキー。はーい、こんにちは、魔女っ子ミッキーです。よろしくお願いします。ここに空っぽの袋があります。ちょっとね、お尻をちゃんとファスナーで閉じて、そして白いシルクを入れます。みんなミラクルパワーいくよ。せーの、ミラクルパワー。なんとなんと、みんなのミラクルパワーで白いシルクがじゃじゃーん、鳩に変わりました。ポポポ、なんと餌を食べます。ポポ、じゃーん、大成功です。ここに紙コップがいっぱいあります。せーの、ミラクルパワー。なんとなんと、みんなのミラクルパワーでじゃじゃーん、ピンポン玉が出てきました。大成功です。そしてもう一回入れて、ミラクルパワー。なんとなんと、またまたピンポン玉が現れました。大成功です。ちょっと透明のコップを置きます。
るよ。せーの、ミラクルタワー。じゃーん、声が出てきました。そしてじゃーん、またまた声が出てきました。歌の次に6月の